どうもバルトスリマールドアイランドモッド続きをやっていきたいと思います。前回の続きなんですけれども、そろそろねこの、惑星を脱出したいなっていう佳境に入ってきたところで、一番大切な部品がねちょっと足らないんですよ。まあそれは何かっていうと AI 人格コアっていうね、部品ないんですけれども、それをどっかで買えればいいなと思ってたんだけど、まあ、なかなかね商人が持ってきてくれないということで、クエストをね一件受けてみましたよ。略奪者たちの野営地、略奪者たちの野営地がっていうことですね。AI 人格コア、天才と同等な高度な人工知能を収めた非常に進んだコンピューターコア、本体より、分離されて休止状態にありますが、しかるべきところへインストールされれば恐るべき力を発揮しますということでね、ちょっとこれ取りに行きたいなと思ってさ、でワールドマップでここなんですよ。でこっちには埋蔵品もあるみたいなね、ここじゃあここはどこかっちゅう話でね、我々のコロニーがここね、島だよ。ここから行けるのかなと思ってね、ここにね、なのでちょっとやってみようと思ってここに行ってみたいと思います。で今ね日食の22時なので、ちょっと時間を進めて、はい、朝になり次第、はい、ちょっと準備しようかなと思っております。この島モッドにして初めての遠征だね。まあ行けるのかどうなのかちょっとわからないから、正直何というも言えないんだけれども、まあ、やってみる価値はあるかなとちょっと思っています。そうですね。で、これちょっとこう南側のこの辺りにウランスラグタレットも同時に立てていきたいかなと思っております。こんな感じですかね。そして研究も進めていきたいなっていうね、いうところです。まあとりあえず今現状欲しいものは特に何いいのかな、あるのかなっていう状態なので、まあぼちぼちやっていければいいかな。まあまずは何はともあれね。そうですね。じゃあちょっとフラミンゴ、米津玄師をちょっと借りに行ってきますか。乱獲や、乱獲や想像よく B いいじゃないですか。ちょっと乱獲していきましょう。でその間にじゃあ地雷を防衛、地雷トラップ、はい、この辺りにもろもろ仕掛けておこう。はい、まあねこうやってやっておくと、おい暴走軍、暴走軍イグアナどうなんだ、暴走軍オンガさん、こっちじゃないの、当たらん、あ一撃、素晴らしいです、素晴らしいです、なかなかやるね。でトラップなんだけどこんぐらいにしとこっか。まああとは進めよう時間を。でここでシルバーも取ってる。でこの辺にねなんだその宇宙船が落ちてくるのはねちょっと嫌なんだよね。そうですね、まあとりあえずウランスラグタレット作りますか。南西側にね、北西側に一つ作ってあるから、ダッチが作ってくれてんな、いいね。これでペミカンを作ってくれれば234、いいんじゃないの、いいんじゃないの。 AI 人格コアを取りに行けれるね。まあちょっとできるのを待ちますか。とりあえずね。で、地雷も作ってるじゃん。いいじゃん。周りに配備できたな。じゃあその間に、作っちゃいますか。
再展示。キャンセルでこうしておいて、このあたりを、そうですね、このこのぐらいで作っときますか。ウランスラグタレット、ここら辺に一つ作って、ウランスラグタレットどんな感じで作ったっけ。ちょっと待ってくれ、これキャンセル、ウランスラグタレットこうだな、こう作ろう。で、土のうで、こうして、タレットを、こう配置する。OK。で、建築で、どうかな。花崗岩じゃなくて大理石じゃなくて粘岩板、粘岩板があるよね確か。こうして粘岩板立てて、あとは電力だな、電線、ここから引っ張ってきますか。こうかな、うん、よし。で、あとはゾーンで屋根ゾーン、はい、これ切っちゃう。 OK、 これでウランスラグタレット南西の守りが、強化できたんじゃないの、うん、かな。精神変調、コローカがやばい、コローカがやばい、うん、いい加減やばい、よくないな。313、全然増えてこないのはなんでだ。食中毒、どういうことだ。ペニカン300か、これちょっと500、いや600にしよう。300じゃちょっと足りない、600ぐらい作っといて。でもこうやって見るとちょっと食材が心もとないな。あ、オッケーオッケー、いいじゃないですか、いいじゃない、ザッチが作ってくれてるよ。もうちょっとだ、これでウランスラグタレットができれば守りがまた強固になっていくね。いいじゃないですか。ウランスラグタレットとさ、もう一個なんだっけ、オートキャノンタレットだ、これも作る？うん、この辺に作っとく、もしもの時のためだね。うん、南側、うん、まあここに作ってもいいんだけどね。うん、こうやってね、うん、もしもの時のためにここに作っとくか、一個ここでもいい、2門作るみたいな。こっちはプラスチールなんだね。スチールが足らん言うてるね、スチールが足らん言うてるね。358、うん、なんとも微妙だな。505、いい加減準備していってもいいかもね、いい加減準備していってみますか。18時、じゃあこれの次の日、うん、に行きますか。朝になったら出発しましょう。534、よし、ではあらかた準備していきますか。キャラバン大編成いくぞ。ウェイクポイントここかな。最後のウェイクポイントからこの隊に到達するのは不可能です。なんだと？ここからダメだ、やっぱりいけない。
ダメだわ、いけないわ。やっぱりね、あの外洋タイルにはいけない、どうしようっていうね、うん、これはもう諦めよう船がないと無理だもん。ああ無理だわ、いけないわ。このタイルは通行不可能です。ダメだわ、不可能です。なんということ、しょうがないな。じゃあこれはもう無理だわ、諦めるしかない。残念だ。運任せで誰かが持ってきたもの、もしくはあれだな、通信機で、ルミさんが協定を呼び出す。無理だな、マイナスだもんな、ちょっと難しいな。呼び出して AI 人格コアを持ってきてって言おうかと思ったけど、ちょっと難しいね、なかなかね、なかなか難しいっすね。まあしょうがないな。そしていい加減ちょっと物も売りたいしね。溢れ返ってる、うん、溢れ返ってる。まだトラップもしっかりと作ってもらってたね。うん、そうか、じゃあちょっともういいわ、あのベミカンこうだな、いけないで、600もいらない。じゃあ今度は、あ、じゃあベミカン600もいらない、本当に300でいいわ。はい、よし、ちょっとこれで様子見ましょう。はいはいはい、期限が切れました。まあしょうがないね、どうしようもないね。外気温とりあえずでも25度だな。まあ夜寒くなるから、切っといてもいいかもね。いや、まあ、つけといてもいいかもね。まだ、エアコンね。いやはや、いやはやだな。いやはやだな。木材がさ、圧倒的に足らなさすぎるからさ。うん。と、あれだね。はいはい、暗い、暗い、いい加減、暗い、ちょっと明らかに暗すぎる。うん、こんなもんかな。でもこれで若干明るくなったんじゃないの。超強欲、いいっすね。おっと、また出産、ワンちゃんが生まれたぞまたワンちゃんが生まれたぞ。いやちょっと動物が多すぎるな、動物が多すぎるな。はい、研究が完了した AI コンピューターコア、これで、あ、コンピューターコアを作れるようになったのかな。まあいいか。あとは反応炉、時間かかるな、まあ、先にこっちだな。はい、うん、まあ、サクサクっと作ってもらいましょう。いやー、ワンちゃん生まれたぞ、いいぞ。じゃあ時間もちょうどいいので今回はここで終わりましょうかね。次回これの続きまたやっていければいいなと思っております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。 Twitter もやっています。 Twitter では告知などもツイートしていますのでフォローお願いします。さらに様々なゲーム実況を行っています。そちらも見ていただけるとありがたいです。
また別の動画でお会いしましょう。